はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この GT02 ですね、ダンパーをね、金属のこのエアレーションダンパーですね、タミヤ模型から発売されてるね、オフロード用の金属ダンパーですね、つけたらどう変わるのかっていう検証動画やっていきたいと思います。まあ、ほぼほぼノーマルなんですよね。ユニバーサルつってね、こうね、タイヤがね、ちょっとこうみたいなね、オプションパーツに変えてちょこちょこ入れてるんですがね、ダンパーはね、オイルダンパー一応入ってるんですけども、これ樹脂製のね、オイルダンパーですのでね、それを金属製のレース用のダンパーに変えて、はい、どのぐらい、使いやすくなるのか、どのぐらい見た目がね、速くなるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。まずはね、この状態ですね、あの樹脂ダンパーがついたね、樹脂のオイルダンパーがついた状態で走ってまいりたいと思います。モーターはスポーツチューンだね、スポーツチューンモーターですね、タミヤね、はい、タイヤはキット標準ですね、ちょっとね、あのグリップ低いかもしれません、はい、では早速走ってまいりましょう。ダンパーをね、付け替えてみました。レース用のね、エアレーションダンパーですね、はい、これね、1個もう1個新しいビッグボアってあるんですけどね、 2WD にはこの細いやつの方がね、合うような気がします。はい、それではね、早速走ってみましょう。
かがでしたでしょうか。こんな感じでね、あの体感的にはかなり速くなってるようなね気がします。あのギャップね、デコボコとかにね気をつけて普通は走ってるんですよね。ほぼほぼ気にしないで走れるぐらい、やっぱりギャップ走破性がねかなり上がってると思います。このエアレーションダンパーですね、の金属ダンパー、まあ、DT-04 かな、 DF-03-4 かな、あのもう一個のプレッシャーダンパーのやつはDF-03-4 というね、金属ダンパーのセットもあるんですよね。私がおすすめするのはこのエアレーションダンパーの方ですね。こちらの方がね、ショック吸収率が高いような気がします。はい、ぜひ皆さんもね、DT-02 とかね、DT-03 もしくは DB-01 とか TT-02P とかね、使われている方はこのダンパーね、ご購入考えてみてはいかがでしょうか。宣伝みたいな感じですよね。はい、本当にすごく気に入ったダンパーなのでね、はい、もう一つ大きいね、ビッグバーダンパーってあるんですけど、ね、そちらの方はね、ちょっとサイズ的にはね、DT-02 にははまりにくいのかなと思いますね。これが一番おすすめです。はい、それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルもいたします。そちらの登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。